氷川清事務所がネット書き込みに注意喚起、情報開示等の法的処置をもって対応することを視野。歌手氷川清が今年4月に設立した事務所、キーズナが1日、ネット上の書き込みへの注意喚起を行った。公式ホームページで、SNS を含むネット上の書き込みについての注意喚起、との文書を公開。 いつもひかわきよしきいなへの応援をありがとうございます。SNS を含むインターネット上の書き込みにおいて、弊社タレントに関して一部信頼誹謗中傷が見受けられ、それらの情報を元に書き込みをされる方がいらっしゃいます。こういった情報源及び、その情報に基づきご自身で書き込みをされる方に対しては、 情報開示等の法的処置をもって対応することを視野に入れておりますので、その旨ご了承ください。何卒よろしくお願いいたします。と注意を促している。